歌える弾けるピアノ曲集1、豆まき36-37ページを弾きます。はじめにリズムを打つ、膝ポンをやります。1、2、3、はい。タタ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 。次にドレミを見ますけれども、この膝ポンがうまくいかないので、まず膝ポンをもう少しやってください。で、このソの音っていうのは、右がソの場合もあれば、左のソの場合もありますので、どっちのソをやってるのかよく考えながらやってみてください。あとはそのレーとか、長く伸ばす音、レーとかソとかのところをきちんと言えるようにしてください。じゃあ、1、2、3、はい、で、レレソミレ、言う練習ね、まだ弾く練習しませんけれども、ドレミを読んでみてください。1、2、3、はい。レレソミレ、レレソミレ、レレシソラシララレ、レレレレソミレレシラソ。ドレミを読む練習がまだ難しい人は、何回も持って戻して繰り返しやってください。うまく読めてきたら、弾く練習をします。1、2、せーの。